も鈴木です。今日はビジネス YouTuber のお二方とコラボ動画を撮らせていただきます。でお一人は不動産業者の会社を経営されている松本社長で、不動産業界歴が元不動産業者で働かれてて、19年ほど働いて独立されて今経営者をされている方で、まあ、ビジネス YouTuber としてももうチャンネル登録が1000人ぐらいいく方なので、いつも私も松本社長の動画チャンネルをですね見て勉強させていただいている方です。でもう一方が大阪でリフォーム会社をされている美馬社長と言いまして、美馬社長ももうリフォーム業界歴もう30年以上っていう方で、いつもリフォームのお話だったり、楽しい話もたまに動画で YouTube 動画でアップされてるんですけれども、いつも勉強させていただいてまして、チャンネル登録をもう4000近く行く方なので、私よりも全然、チャンネル登録数が多い方々と、コラボさせていただける形なので、非常に嬉しいんですけれども、今回私も初めての、コラボ動画という形なので、勉強しながら、楽しく、お話しさせていただけたらなと思ってます。では行きましょう。はい、では、今日、コラボをさせていただくということで、松本社長と美馬社長に、こんにちは。こんにちは。いただいてます。じゃあちょっと最初に、自己紹介からお願いできればと思うんですけれども、わかりました。松本さんからお願いいたします。はい、僕は1999年に不動産業界に入りまして、今不動産業界に携わって21年目ですね。17年半はサラリーマンをやってまして、その後起業して今は独立してやってます。はい、不動産業です。今も会社を経営されている。そうですね、会社経営してますね。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、はい、美馬さんお願いいたします。はい、美馬幸之助と言います。大阪で、リフォームと不動産の会社をやっております。約そうですね、もうざっと30年ぐらいになりますよね。もともとマンションデベでマンションを売ってましたけど、そこからこうリフォームの職人になって、そこからリフォーム会社して、今不動産と中古リノベをメインでやる会社を経営しています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちなみに皆さん書籍を2冊出してますので、そうなんですよね。まだ1冊目今2冊目書いております。買ったんですよ。ありがとうございます。あんなのいっぱい聞いてます。中古リノベの方も出してます。ぜひよろしく。この辺に貼ってありますんで書籍が宣伝ありがとうございます。よろしくお願いします。では、これからちょっと不動産業者の社長と、リフォーム業者の社長ということで、質問をちょっとさせていただこうかと思うんですけれども、はい、じゃあまず、松本さんから、はい、質問させていただきますが、今一番、影響があることでいうと、コロナウイルスの問題が、不動産業界に関わらずどこの業界でもこの問題って、深くあると思うんですけれども、不動産業界で、不動産会社の社長をされている松本さんの会社で、コロナの影響が、ここが今まで一番ちょっとコロナの影響あったなっていうところがあれば教えていただければ。でもこれ当社だけじゃなくて、不動産業者全体でエリア性も当然あると思うんですよ。僕は東北にある宮城県、仙台市なものですから、花の都仙台。そうですね、花の都仙台、森の都仙台、森の都仙台ですね。森の都仙台なんですけど、一応あれなんですよね、やっぱりこう東日本大震災を2011年に経験しているのもあったので、今回ちょっとまた違うね、経験でしたけれども、まだ終わってない中で、東日本大震災に比べるとなんかちょっとこう冷静に対処できてるような、宮城県民性というか、
そんな感じはちょっと私個人的には思ってるんですよ。強なってるね、うん、ちょっと免疫がついてるというか、結構その助け合い精神みたいなのかな。だからあんまりどっか行ってこう買い占めるとか、そういうことってまあまあまあ、でも確かに2011年というと今から9年前ですから、今みたいに SNS が発展してない中での状況でもあんまり買い占め騒動も起きらなかったですしね。ちょっと不動産と関係ない話ですけど、で不動産に関しては当然ですけど、あの首都圏とか大阪と比べると、まあ宮城県仙台市にはあのそういったあの規制等がですね、まあ多少はありましたけど、そんなに厳しくなかったので、まあでもやっぱり自粛は、ね、やるな、爆発してない、爆発してない、クラスターしてない、クラスターしてないですね。そのあたりは地域性もあるんですよね。あると思います。まあでもやっぱりあの飲食店とかは困ってる方たくさんいらっしゃっていて、で、はい、まあやっぱり今ねいろいろとニュースで騒がれてますけど。まあ、持続化給付金だとか、一律給付金だとか、いろんな手当があるじゃないですか、あとセーフティネットとか、政策金融公庫とか、こういったものも、まあ、本当はもっと早くスピーディーに、あの貸し付けしてくださればいいのになとは思いますけど、まあ、不動産業界はね、なんか、そうですよね、本当に欲しいですよね。不動産業界、持続化給付金もほぼないですし、アパートマンション経営者なんかで5割売り上げ減るって、まあ、致命傷じゃないですか。あ、そうか、それマンションオーナーはないんか、5割減るが。いや、ないでしょうね。そうか、そうか。だから松本さんの会社でも物件所有されてるじゃないですか。はい、それ5割減るって、やっぱりこのハードルって高いですよね。高いですね。だからまあ、やっぱり不動産やってても、私のやっている不動産会社は、まあ、もともとあの、別のあの、私の宣伝の社長がいるんですよ。はい、でその方に、僕が前サラリーマンやってた時にお世話になってた社長さんで、でその方に社長の椅子を譲れと、いうことで譲ってもらって、その人を会長職にしてもらって、僕が追い出しちゃった。いやいや、そういうことじゃない、追い出しちゃうとね、追い出しちゃうとね、ちゃんとちょっとこう仲間で仲間としてでもそうじゃないでもほらなんかこうサラリーマンやって、うん、はい、そこそこ稼いでは来たけど、うん、はい、でもまあサラリーマン大手にいてはったんね、一応いたんですけど、ね、でもね、やっぱそれって経営してみないとわからないこともたくさんあるじゃないですか、うん、やっぱりこう見栄みたいなものがあって、うん、ちょっと代表の座に譲ってほしいみたいな、うん、でもそんなことしながら自分で会社作ったりしてるんですけどね、うん、はい、だから今あの4つぐらい会社携わってるんですけど、でやっぱ会社を長く続けていく意味で、まあ、当然コロナの影響もあの当社も当然ありましたけど、はい、あのまあ、柱がいくつかあるので、不動産の売買とか、不動産の管理だとか、はい、あとはその不動産の買い取り、うん、もやってますし、あとはその純資産を増やす会社として、あの資産を、まあ、例えばレジ物とか一棟物を建てたりだとか、うん、あと土地と建物を定借にして、定期借地権にして、はい、あの老健施設をやってる会社に貸して、うん、あのキャッシュフローをもらうような仕組みを作ったりだとか、うん、なんか賢いね。なんか賢い感じですね。いつもの賢い感じで、やっぱり手堅くね、あのやっぱりこう、いや、さすが山下もやる社長みたいな、賢いですよね。いろんなことやらないといけないなと思ってまして、さすが。やっぱり人数はうちの会社あんまりいないんですよね。そういう意味では、ただなんかよくあの。まあ、ぶっちゃけですよ、うんうん、ぶっちゃけあの不動産投資 の、うん、あの不動産投資の話、うん、あるいは不動産業を営まずに、うん、不動産投資の YouTube とか上げてらっしゃる方とかいらっしゃるじゃないですか、うん、まあ、見てると、うん、あの ぶっちゃけでいいですか、うん、ぶっちゃけましょうね、違いましょう、違いましょう、の鈴木さんのせいや、ええ、せいや、あんなあの中古のアパートとかでね、うん、あの地方で買った方がいいとか ね、うん、ね、あの築10年で利回りテンパー回った方がいいだとか、うん、で言ってますけど、うん、実際利回りテンパーで買ったところで、うん、手残りいくらなのかっていうのが正直なところじゃないですか、うん、そうですよね、うん、私も表面的な利回り、騙されて、騙されていたわけですけど、まあまあまあね、素人は
素人は分からない、行きやすいですよね。行きやすいですよね。その表面利回りっていうのは要は満室時の利回りであって、うん、空室率も考えないといけないってそういう意味ですね。そうですね。だからその実質利回り、はい、いろんなかかる経費も差し引いて、あとは免許税、まあ、登録免許税とかいろんな、まあ、購入するときの不動産取得税だとか、はい、全部計算して最終的にじゃあ手残りでいくら残るのかと、年間と、はい、この間ね、たまたま私あの買おうとした不動産があったんですよ、うんうん、それちょっと個人的に、はい、買おうと思って。お金余ってはるか、ね、違うし、あの違うみたい、やっぱりね、あの真面目にやってはると、あのもうあのご自宅の住宅ローンはもう終わってらっしゃるっていうのは、ああ動画で、そうなんですけどね、いいね、いいね。でもそれが終わっちゃったから、いい、ね、今建築中、また別のやつ、素晴らしい、また借金者ですけどね。借金しないとこういい、ね、盛り上がらないんですよね。盛り上がらないっていうか、こう頑張りたいっていう気持ちにならない。だから買うだけ買って、あとはもう借金返すために頑張るぞみたいなのがありますよね。まあ、そんなんでアパート買おうとしたのかっていうと、私一人娘なんですよ。はいはい、娘が。娘さんだ。で、やっぱ可愛いから、娘に結婚して嫁に行っちゃいますよね。まあ、向こうはいらないので、嫁に行っちゃいますよね。で、その旦那がいい旦那だったらいいですけど、うん、きっと、うん、今の世の中と、うん、そのうちの娘っても高校2年生なんですけど、うん、はい、彼女がだいぶ先まで考えてる、先まで考えてるね。彼女が今16、17ぐらいになって、うん、10年後に結婚して、うん、10年後の日本ってどうなってるかなって予想したんですよ。なるほど、はい、それ予想しちゃったんですね。どんな日本、どんな日本、そしたらもうやばいなと、やばい、この日本はやばいの、やばいと思いますね。やばいらしいですよ。だって税金だってすごくないですか。やばいね、やばいですよ。その何重にもとんのやめてほしいね、うん、そうですね。本当にあの、ちゃんと予定納税、本当にもう悔しいっすよ、まあ、予定納税やめてほしいっすよね。本当ちょっと本当本当にシンガポール、香港見習ってほしいね。本当に本当にシンガポールとか素晴らしいですよね。まあ一回所得税取られたらね、うん、それで勝っても取られへんからね。日本の場合はもう所得税で取られ、法人で取られ、残った金で不動産買ってもまた不動産取得税とかね、そうですね、でも譲渡所得とかね、固定資産税とかね、株やってもね、文化税で取られるしね、そうそうそう、何やっても取られる、ね、何やっても取られるじゃないですか、うん、アメリカもそうですね、ね、僕は払いたいんですよ。いや僕もですよ。僕もちょっと今裏切りましたけど、僕も健全な、そうそう、あの僕はもう税金は払うのだと思いますからね。ただ日本の、ね、その企業をしている経営者の、まあ、わからないですけど、うん、何割の方かは、うん、その本来税金払わなければいけないものを抑えてる人もいるじゃないですか、うん、実際は、うん、でもちゃんとまともに払ってる人もいるわけですよ、うん、だからそこはなんかちゃんとこう僕は平等に税金を徴収してほしいなって思いますけどね、まあ、コロナの話全然してないんですけど、全くコロナの話、全く無コロナの話、もうアフターコロナの話、質問に全然答えてない、めちゃくちゃサービス、めちゃくちゃサービス、それでそれでね、話まだ終わってないですよ、終わってない、まだ言いたいことがあって、娘がいるから、娘がね、そのさっきあの不動産投資の話途中で終わっちゃったので、そうそうそう、あの自分が娘のために何ができるかと、何ができる、そしたらアパートを新築で土地から購入して建物を建てて、で、まあ、木造なんですよ、はい、で木造なんて原価消去が高く知れてますから、うん、で木造で土地なんだいたい1000、まあ、で安いので、まあ、安いと言ってもすみません、1000でもこういろいろありますけど、まあ、高いよ、まあ、高いとこもありますね、まあ、まあこう1500万ぐらいの土地で、うん、ちょっと坪数がうんぬんにしてですね、うん、で建物はまあ2500万ぐらい、うん、で、1K の読書帯、うん、で、まあ、合計4000万ぐらいですよ、はいはいはい、大体で新築で 8% ぐらい回るんですよ、うん、これいいじゃないかと思ったんですけど、うんうん、まあ、ちょっと今検討中なんですけど、うん、まあ、それはあの実質新築利回りで 8% なんですけど、うん、まあ、計算していくと、うん、実質手残りが、うん、あの現金で年間で残るのが、うん、大体ね80万ぐらいでした、うん、キャッシュ年間で、年間で、だからいろんなものをあの返済も全部して、あの不動産管理手数料も全部払って、うん、でもその80万って、うん、あのやっぱり10年間で800万じゃないですか、うん、計算すると、はい、
でその間に10年経つと建物いろんなとこ壊れてたりするから、うんね、メンテもいるもんね。メンテもいるから実際のとこは使えないじゃないですか、はいはいはい、そうすると表面利回り 8% なのに、うん、実質手残りの利回りなんて 1.8% とかね、うん、2% しか回んないんですよ、まあ、まあリスクはあるもんね。リスクめちゃめちゃあります。もうちょっと欲しいね。もっと欲しいです。一般的には不動産の利回りって返済の金額って含めない利回りが表面の利回りだったりとかそういうことですよね。いやいやいや、踏まえてますよ。ごめんなさい、単純に、はい、年間で入ってくる収入、はい、家賃収入から、うん、その買った金額を割り算して利回りで計算しているので、まあ、例えば、簡単に言えばですよ、1000万の不動産買って年間家賃収入が100万円でしたって言ったら、もうこれはテンパー、表面上はですよね。それ返済が11万割ったらもうアウトですね。マイナスってことですね。もうキャッシュアウトしてますから、マイナスですよね。そうなんですよ。不動産ってまあリスクもありますけど、ただ不動産経営やってると、法人で買ったりすると、まあ、節税ができたりだとか、減価償却費が使えたりするので、まあ、そういった話をもっと本当は噛み砕いて、分かりやすく話せればいいんですけど、まあ、何が言いたかったのかっていうと、まあ、娘のために残してあげたかったという。娘のために、パパありがとう。そうそう、ありがとう。その旦那に、旦那が働けなくなって、もうしょうがない旦那だったとしても、娘だけには残してあげようと。パパ、もうパパそんな甘やかしたアホなんで。いやいや、でも娘だけはやっぱ可愛いですよね。大丈夫ね。いやでも素晴らしいお話で。まあコロナの話全くしないんですけど。いやもうまあ、でもコロナね。えらいね、残そうというか、ね。それはうちなんかも子供には一切財産残さんって言ってる。教育にはかけてあるけど。でもでも財産は残せんからな。そうですよ。全部海外に。海外残してる。海外に。まあ、帰ってきてみたいな。全部夫婦で使う。金残したら喧嘩するからお前らね残さん。学費には何もでもかけてあげてる。そこは大事ですよね。そこは、うん、教育には何もでもかけてあげる。借金してでも俺は払うと。私の私欲には、そう、その代わり財産は残さんぞ。なるほど。全部使った。今日 Facebook にはものすごく仲睦まじい家族の写真が上がっていらっしゃいますけどね。そうそうそう。これも相当いいね写真。それがもういいね。10回ぐらいだって美馬さんの Facebook、うん、ほぼほぼいいねしてますよ、うん、ありがとう。相当もう超優等生ですよ。ありがとう。YouTube も Facebook、はい、コメントまでしてくれる。コメントまでしかも、ありがとう。いいね、超いいねしてますから、ね、あの大切だねとかやってますんで、相当やってますよ。そんな、まあ、コロナが、まあ、コロナあんまり、まあ、あんまり影響ない、影響ないですね、結局は、そういうことですね。いいね。いや、正直言って、不動産が会社さん、不動産業者もいくつか倒産した会社もやっぱあるんですけど、うん、でもそれって元々コロナ、元々弱かったとかね。元々弱かったし、元々コロナの影響はあんまり関係なくして潰れそうなっていうのは、当然2020年度ってもうある程度見えてたじゃないですか、ね。はい、ただ、例えば不動産会社をやってて、例えばこうコマーシャル系の商業系のビルを会社が持っていて、うん、そこに飲食店とかが入ってたら、うん、多分大変だったろうなっていう予測はしますよね。だってその家賃を下げてほしいとか、まあ、それはね、レジングとかもあるしね、うんうん、あるじゃないですか。家賃減るわね、うん、でもこれ裏の話ですけど、うん、そういうね、その同じ同業者で、うん、まあ、宮城県だけじゃなくて、うん、同じの全国、東京も大阪もそうですけど、うん、知り合いがいる中で話聞くと、やっぱり飲食業界はそうは言っても、うん、やっぱりね、そこを空いたところを狙おうとしてる会社いくつもありますよ。うん、そうよね。市場所はアップと思ってね、狙ってるところ。ここに入りたいと。なるほど。やっぱり弱いところはしょうがないですよね。だって時代、今の時代に合ってないやり方をしてるわけですから、うん、それはちょっと、まあ、言い方がね、ちょっと多いかもしれませんけど、僕はそう思いますよね。うん、そんな、ちょっとコロナとちょっと全然違う。本当、最後に10秒ぐらいコロナの話しましたね。三輪さんの方で。いや、コロナの影響で、まあ、コロナの影響も、コロナの影響じゃなくてもいいんですけれども、このコロナの影響を結びつけて。いや、リフォーム業界結構ありましたね。はい。